はい、みなさんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温34度、水温30度。今日は三井市小浜島西表島でダイビング。小浜島の海底遺跡にある大きな碇です。これ碇の長さは3メートル、先端をよく見るとロープを通すときに使う鉄のリングがついてます。約300年前に使われていたと思われるこの船の碇なんですが、当時からこの鉄をうまく加工する技術があったというのは驚きですよね。他にも大きなナポレオンにも出会いました。かなり大きかったんですが、とっても臆病で全然近づくことができませんでした。西表島野原エリアではアオウミガメ、よくアオウミガメが休んでいる根で待っていると上からゆっくりと降りてきて、お気に入りの場所に戻ってきました。なんか疲れてたんでしょうか、ベッドに入るや否やすぐ眠ってしまいました。どうやらこの子は頭をサンゴの隙間に突っ込んで寝るスタイルのようです。三井市小浜西表エリア、忘れちゃいけないのがサンゴの美しさです。どのポイントもサンゴが綺麗で嬉しいですね。そしてここ最近増え始めたキンメモドキやウスモモテンジクダイ、岩の隙間やリーフの割れ目などに入り始めて、とっても賑やかになってきました。夏らしい光景になってきましたね。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。